ましたね。大使たちに会う前に逃げ回ったせいですごく疲れました。なんですか？私が悪いって言うんですか？違います、違いますから。だからもう騒ぐのはやめましょう。まあ、あなたもいろいろ頑張っているようですしね。私もやりすぎました。え、レフィアさん？あなたが横島な考えだけでアイズさんに近づいてるわけじゃないってことぐらいは私にもわかりました。私も頑張っていますけど、あなたも頑張ってる。そんなあなたに敬意は払います。レフィアさん、あなたは勤勉なヒューマンです。私が認めます。それに、だからあの時必ず立ち上がると信じていましたから。なんだか照れちゃいますね、こう改めて言われると。せっかく褒めてあげているのに、なんで恥ずかしがるんですか。まったくもう。あ、レフィアさんの笑った顔、初めて見たかも。やっぱり綺麗な人だ。あ、見てあれ、リトルルーキーとサウザンドエルフじゃない？あ、本当だ。すごい装備まとってて、とってもお似合いね。まるで恋人みたいだわ。はあ？恋人？いや、あれはもはや夫婦ね。夫婦？レフィアさん。私とこのヒューマンが夫婦？レフィアさん！ありえない、ありえない、ありえない！恋人とか夫婦とかつがいとか絶対にありえない！そんなことアイズさんに誤解されたら、私は、私は！すごい勢いで精神が崩壊してる！されない。抹消しなきゃ。そんなデタラメな噂の言われ潰さなきゃ。殲滅してやります。消えなさい。ほら、結局こうなるんですか。チュール、そろそろ二人から装備を回収しておいてくれ。レプリカとはいえ、貴重な品には変わりない。はい、すぐに持ってきます。二人とも、ありがとうございます。って、待ちなさい！ちょっと目を離した隙に一体何が。